四月の子？僕の言わなくてもわかるでしょ。言って言って。もったいぶるね。あ、うん、年に1回の。年に1回。うん。年に1回。うん。あ、今年ってうるうるしてありました。いや違う。それ3年に1回だわ。あ、4年に1回。あ、負けた。風の谷のサラダって、うん、インパクトひどくね。なんかもう野菜食ってない？ミルアーム。あ、ミルアームって食べるんですか？なんかさ、うん、これを食べてるミルを僕は食べるという。どうぞ、よかったら食べてください。自分で食べる？いや、もちろん食べる。いや、サラダ怖いな。サラダ怖いんだけど。めちゃくちゃ怖い。怖いな。でも、どれから行った方がいい？いや、まずは主食じゃないですか。主食？ご飯と一緒に。どうぞ。これだけで、まず。ちゃんと味を伝えて、皆さんも食べれるように。ね、プランプランしてるから。ちょっと勇気ないわ。なんか、すごい。ちゃんと虫食べてる感じがする。いただきます。ちょっと出てる。見て見て、口からちょっと出てきてる。あ、まあ、なんかすごい出来がいい。あ、うん、ああ、す、あ、すごい。出てきた。すっげえ、あ、結構。思ったより出てたよ。あ、すごい。あ、中身なんかすごいナッツみたいな香ばしくて、うん、めちゃくちゃ美味しい。本当？え、マジで？美味しい。本当？え、美味しい美味しい。ナッツ？ナッツみたい。こっちのはね、おすすめだわ僕は。美味しいですか？ね、美味しい美味しい。ちなみにあの、はい、トータルで、はい、ジャイアントミルワーム、はい、200g あります。買いすぎだわ。普通のハンバーグでも結構でかいよ。どうぞどうぞ、他のも食べてみてください。なんか。もう気持ち、胸がいっぱいかな。あ、魔の、はい、魔のコンソメスープどうですか？魔ほんと、地獄映画なんで、悪魔の魔だよ、これ。どれですか？これが、悪魔の魔。じゃ、まず、こうか。なんか、後味すごいね。似合うんだけど。じゃあ、いただきます。中身結構ふやけてるから、はあ、しっとり感があって生に食べた時と似てる。おー、うん、うん、あ、でもスープと合うかもしれない。本当ですか？うん、うん、おー、うん、おー、うん、まあはいいわ。まあはまあ美味しい。うん、香ばしい。でも全然食べられちゃってください。おかわりありますよ。おかわり。じゃあ、スープは食べようか。うん、うまいな。おぉ、そんなに美味しいですか？愛してすごいわ、いい。いやー、足りてないっすね。まだおかわりありますね。おかわりはいいわ。はい、はあ、お次はごちそうさまでした。お次はって、はって、はい、まだ主食以外残ってますよ。まあね。どれ一番気になります？次サラダとご飯はもう生だからさ、はあ、怖いっすか？うん、なんかこっちちょっとあれしょ、やられてるでしょ熱で。こっちね、なんか野菜食ってちょっと元気になってるからさ。これは多分普通に美味しそうかもしれない。どうぞいただいてください。はい。なんかソースとか言います？まだいいっすか？あ、なんか塩、塩あったらちょうだい。塩ですか？ちょっとしっとりしてる。意外と知ってるです。意外と知ってる。知って何知ってるんですか？しっとりしてる。はい、じゃあいただきます。今日いきますね。うん。香ばしい。やっぱあれは大きくなってもエビエビ。食べやすさどうですか？揚げた方が食べやすいですか？うん。あ、香ばしさが増してるわ。おお。なんかどっかで聞いたことあるようなセリフで。ちょっとね、語彙が少ないけど。いやいや、え、嘘、違う、え、やばいやばい、見せてください、見せてください。裏返したら、やばいやばいやばい、住んでる、これ地獄じゃん、もう。
これ血の池地獄やばいっすねこれ、うん、作った自分も引いてますもんねうん、作られた僕は本当感謝してるよ。感謝してる、感謝はしてるけど、うん、ちょっと引いてるわありがたい、ありがたい。多分これ見てもらってる視聴者は、はい、もっと引いてます引くのいやいや、もうここまで来たら深夜乗りですからね。ああ、そうかね。じゃあ、だったら行きますか。はい、どうぞ。はい、いただきます。うん、うまい、うん、合う、ご飯と合う。ほんとっすか。うん、こっちは食えるのよ。うん、おいしい。はい、サラダ、サラダ。ああ、サラダね。ここからドリンクと、うん、サラダ。うん、飲んでみた。あー、あー、辛い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 。サラダ食べましょうか。もうこれ、ハラッパじゃない、これ。ハラッパ見たことあるよいや、ハラッパって寝てないからさ、これ意気合いよ大丈夫かな。すごいよ、すごい、グリングリしてるよ。いただきます。じゃあ、いつのやつを。はい、食べるだけだここからだ、聞いてる。ここからもう無理。うん、出しちゃった。どう、ここから、いや、こっちを噛めないと。ああ、味わかんない。サラマイキって味わかんない。いやー、さすがサラダ、シャキシャキっすね。うん、シャキだよ。お手間が汚いせき。うん、ロコ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 。どこどこ。ハハ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 ハ。もう舞台できない、もう舞台できない。違いますよ、噛まれたんじゃなくてフォークジブリさせた。あ、フォークかな。甘いものは別腹かな。おー、はい、食べれます。じゃあ、ちょっと準備できたんで。はい、ハッピーバースデートゥーユー。おー、ハッピーバースデートゥーユー。おー、ケーキ。ハッピーバースデーディアチーヤキハッピーバースデートゥーユー。よっ、おー、すげー。ちょ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 、一応そのろうそく、はい、食べれるやつなんでろうそく大丈夫かな。いや、そう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 、ほんと。ダメダメ。あー、ほんと、はい。いや、どうすっか、これ。いや、ほんと、嬉しい結構ね、うん、ケーキ作るのが一番大変だったかな。はい、結構なんかケーキ作ってテレビケーキも初めてだし、はい、こんなに虫をね乗せてくれるのも初めてだからさ今日初めての日がたくさんあるわ。どうぞいただいてください。はい、いただきます。あの、スポン虫じゃないところちょっとアルミね。いってくるわ。うん、クリームも甘くてちょうどいい甘さですね。スポンジもやばいやばい、すごい。ごちそうさまでした。とても美味しかったです。千秋探検隊の千秋でした。皆さん、動画を見てくれてありがとうございます。次回もよろしくお願いします。